フェルディナント・ヤーゲマーンは、ドイツの画家である、バイマルで生まれた。父親は、アンナ・アマーリア代行図書館の師匠を務めた学者で、姉に、有名な女優のカロリーネ・ヤーゲマンがいる。カッセルの画家、ヨハン・ハイン・リヒ・キシュバインに学んだ。バイマルの宮廷画家、ゲオルク・メルヒ・オルクラウスやウィーン・美術院の、ハイン・リヒ・フリードリヒ・ヒューガーにも学んだ。1802年から1804年の間は、 パリに滞在し、ジャック・ルイ・ダビッドや、ジャン・イコール・バプティストルニョーに学んだ後、バイマルに戻り、肖像画家として働いた。ザクセン・バイマル・アイゼナ派対抗カール・アウグストが、設立した、美術学校、バイマルの公爵化自由絵画学校の教授に、任じられた。1806年から1810年には、ローマに、再び留学し、彫刻家のティークと、友人となった。 1814年からマイヤーと美術学校の校長となった。39歳でバイマルで没した。同時代の人物の肖像画を描いたことで知られ、とりわけゲーテの肖像画を何点か描いた。ありがとうございます。